こんにちは、みずほママです。 BA 会話では毎日赤ちゃんに話しかける簡単なフレーズを紹介していきます。では始めましょう。ぶつけスタイル。今日のレッスンは大丈夫だよと慰めるとき、どうぞ優しくして、ポテルスペインウェイきなちゃん、優しくね。優しく。きなちゃんは本当にいいワンちゃんなので、 She's such a good dog。 全然怒りません。その分かわいそうだから優しくしてって言うようにしてます。 Be nice、 Be nice とか Be gentle、 Gentle、 優しい、優しくして。 Be gentle、 Be nice、 It's okay。 なんか騒いじゃったりとか泣いちゃったりとかした時に、怖がってる時とか、It's okay、 大丈夫だよ、 It's okay、 もしくは It's going to be okay、 大丈夫だよ、慰めるとき短くすると It's gonna be okay、 It's gonna be okay。 あとはもう落ち込んでいるときは Everything's gonna be okay、 Everything is going to be okay、 いい慰め言葉です。相手に大丈夫だよというときは It's okay、 Oh it's okay、 It's going to be okay。自分が大丈夫だよというときは I'm okay と言います。例えば Are you cold? 寒い？ Are you cold? って言われたとき、あ、大丈夫っていうときは I'm okay、 I'm okay。 レストランでデザートを勧められたとき、 Would you like some dessert? って言われたときに No でもいいんだけど、 No thank you でもいいんだけど、 I'm okay、 大丈夫です、結構ですっていう感じ、 I'm okay。あともう一つですね、 It's okay っていうのと That's okay というのがあります。 That's okay は例えば気にしないでという時、じゃ誕生日を忘れちゃったよ、ごめんね、 I forgot your birthday、 I'm sorry って言われた時に、 Oh that's okay、 いいよ気にしないでっていうふうに言います。 That's okay。 で、私は結構謝られた時、まあ、友達もそうですけど、なんか道端とかで、まあ、ぶつかって Oh I'm sorry って言われた時に大丈夫気にしないでっていう意味でOh, that's okay ってとっさに結構言うことが多いです。あとは丁寧に断るとき、やっぱり I'm okay、 大丈夫です、結構ですっていうとき、何か勧められて私結構断りづらいっていうか断れないタイプの人間なんですけど、何か勧められたときに軽く断るときは Oh, I'm okay とかって言ったりします。 OK、 今日のレッスンはここまで。 See you next time。 It's okay、It's okay.